はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、商品の紹介っていうのかな。まあ、買ったものの紹介ですかね。いや、この間ね、知り合いとちょっと話してたんですね。そしたら、ヤフーのショッピングで、ウィンチェスターの1892が5000円で売ってるって言うんですよ。おい、マジかよと思ってね、パッと見たらね、ジャンク品ということで、本当に5000円で売ってたんですね。おお、マジかと。これはちょっともう、買ってみようかなと。ね、安いもの買うのが好きだからね、ちょっとこれはもう試してみようかなということで買ってみました。それがこちらです。よいしょい。こういうね、長物ってね、なかなかね、全部映りきらないんですよね。よいしょ。はい、ウィンチェスター M1892 ガスライフルです。ジャンクの理由はですね、なんとガスの注入口がありません。本来だとこのマガジンチューブのところにね、ガスの注入バルブがあるんですね。これがないということで、ジャンクです。正直ね、なんでここがないのかがよくわからない。なんでここだけないんだろうね。でね、なんかてっきり、汚い中古が来んのかと思ったらね、多分バルブがない以外新品なんじゃねえこれ。なんか動かした形跡がね、そんなにないんですよ。なんかよくわかんないけど、多分新品からこのバルブだけ取ったんでしょうね。本当によくわかんねえわ。まあそしてですね、このストックね、どうですか、この綺麗な木目。ね、実はね、これプラなんですよ。ね、ちゃんと遠目に見ると木に見えるでしょ。これ結構すごいよね。だけども、プラスチックなんですよ。で、こいつの BB 弾なんですけども、本物と一緒で、ここのね、横から入れるんですね、一発一発。まあもちろん、専用のね、ローダー使ってジャーって入れてもいいですけども。俺はね、一発一発入れるの好きなんですよ。だって本物っぽいじゃん、なんか。はい、ということでね、なんか、どっかの、ね、某メーカーの1892と似てるでしょ？そうなんですよ。というか、同じです。ね、どこのメーカーとは言いませんけども、同じです。まあ、コピー品ということはですよ。多分、某メーカーに、バルブだけ注文すればわかんない。バラで売ってくれるかわかんないけども、某メーカーのやつをこれにつければ、使えるようになると思います。まあでもこれね、コピー品ということで、なんかもっと、まあちょっとガタつきあるけども、この先台がカタカタしてるけども、でもそれ以外ね、なんか結構いい感じね、これ。多分、スピンコックやっても大丈夫だよ。これスピンコックやっても全然大丈夫だね。全然回して大丈夫ですね。なんかね、一回回しただけレバーがボキーっていっちゃったらどうしようかと思ったけどね、全然そんなこともなく、いけますね。へー、意外としっかりしてんだな。はい、というわけで今回はですね、5000円で買った発射不可能のジャンク品のウィンチェスター M1892 の、紹介にはなってないな。開封でした。まあ、やっぱりね、このウィンチェスターって見た目がね、かっこいいですよね。まあ、だから普通にね、使わないとしても飾っといてもいいだろうし、ね、このレバーガチャガチャやってね、遊ぶのも楽しいですし、ね、ウィンチェスターいいですよね。こんなもんですか。それでは、じゃあねー。